行動を通じた環境改善をテーマに、シンクグリーンあるあるみんなのエコキャンペーンを開催中の大丸梅田店さんに、なんと再生復活芸人ということで、松本君、僕たちレギュラーが呼ばれました。よいしょ、ありがとう、ありがとう、仕事増えた、よかったな。よかった、松本君。ジョイマンとギリギリまで迷ったらしい。よかった、ギリギリやった。ちょっと我々が先輩ということで、あ、猫序列、猫序列ということで我々が、よかったですねえ、まあ、エコですからね。はいはいはい、はい、ちなみに、まあ、こうエコって言ってもさ、西川君、はいはい、どんなキャンペーンが行われてんの。まあ、各ショップさまざまなエコキャンペーンが実施されてますんで、うん、1個ずつ見ていこう。いこう。どういうこと。さあ、こちら15階に来ましたよ、松本くん。はい。さあ、こちらではどのようなキャンペーンやってるんですか。フードドライブというキャンペーンを行っております。フードドライブ、まあ、聞き慣れへんな。確かに。フードドライブはですね、はい、あの NPO 法人日本もったいない食品センターさんにご協力していただきまして、はい、ご家庭に眠ってる、あのもう食べなくなった食品缶詰とかドレッシングとか、はい、箱に入ったお菓子とかをお引き取りさせていただいて、お引き取りした食品をフードロスの削減ですとか、あの生活困窮者の支援に役立てている。なるほど、活動やな。まあ、初めて聞きますよ、もったいないセンター。はい、日本もったいない食品センターさんが全て引き取っています。何でもいいですか、賞味期限切れてやるとか。ね、賞味期限切れて1ヶ月以内のものだったら買ってもらえます。はい、あとちょっと生ものとかは無理なんですけど、ドレッシングとか缶詰とか、はい、そういったものです。すごい活動ですね。僕ちょっとあれなんですよ、はい、家から持ってきたんですよ。あら、香川の美味しいカレーなんですけど。 ありがとうございます、はい、この場で引き取らせていただきます。美味しく食べて。はい、ありがとうございます。美味しく食べて、素晴らしい活動、いい活動です、うん、いや、西川君、なんちゅうタイミングや。なんかがあってボルテージが上がってグーって、今までのそのあれ積み上げてきたやつなんでしっとりとしてグー、いや、西行くでー。出てる人は、はい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 、はい、ひゃお、あらたけたい、あらたけたい、あ、それ缶詰買ったの忘れがち。あらたけたい、あらたけたい、素晴らしい。これあるある、忘れてまうね、缶詰買ったな。その買った時は食べようと思って買ってんの。そう、食べようと思って買ってんのに、そう、でなんか掃除してる時に、あ、これ出てきた、そう、言ってな、あん時食べたかったけど今もういらんわとかね。そういうのをこれ、ね、利用していただいて、美味しく食べてもらうって、これ、活動やね。ぜひ皆さん持ってきてください。はい。